はい、いいっすやってもらって。場所どうします？いや、この距離感が。この距離感が。ちょっとなんか悪そうなね。絶妙な距離感。どうですか？もう帰っちゃっていいですか？簡単にやってたって。何も喋らないで帰ってっちゃっていいですか？いや、多少のあれは。全然予想つかないな。なんとなくでしかないと。いきます。私の予想はこちらです。じゃあまずちょっと1回戦からタク選手と竹内選手は、タク選手無敗なので、そのまま無敗でいってほしいなっていう気持ちで予想しました。で、星選手が多分今9連勝中とかなので、2試合目は星選手で、3試合目はなんでだっけ、あ、KO 率が高いので野口選手で、こっち桃花選手と奥村選手はもうベテランの桃花選手に勝っていただきたいなっていう気持ちを込めて勝ちにしました。で、メルティ選手と宮本選手は、宮本選手も多分無敗なので、そのまま行ってほしいっていう気持ちで、次は誰か、ゴーストライターとかいるんじゃないですか？ないないない。あの、一応なんとなくの戦績を書いてるんですけど、近藤選手と小出選手のところも、近藤選手前回 KO してるので、まあ、乗ってそのまま行くのかなっていう。で、健吾選手と大戸選手ちょっとすいません、大戸選手は私存じてないので、健吾選手かなっていう。聖堂選手と勝地選手は、勝地選手今まで強い方といっぱい戦ってるので、なんかやっぱそういう今までの戦歴から勝つんじゃないかなっていう。で、松本天使選手と仁選手は、あの、同じチームなので天使くんにしました。感情論もう分かんないんで、天勝なんで勝ちます。もう私は分からないので。いや、でも大体でも合ってますよ。おこれどうなんですかね。ちょっとじゃあ違うところ。あ、僕ですか。じゃあ僕こんな感じなんですけど、まずまあ今回スタンドアップ勢が多いということで、結構活躍される大会になるんじゃないかなと思ってます。まずタック選手と竹内選手、まあ、お互いあの殴り合いになると思うんですよ。で、5連続 KO、タク選手めちゃめちゃ強いんで殴り合い、まあ、そこをタク選手が殴り合いで勝つんじゃないかなと思ってます。で、次ルーキー対決ですね。期待のルーキー対決ということで、スタンドアップ出身の横山選手と星選手、まあ、やっぱね9連勝してるんですよ。松本天使選手に負けて以降負けがないという、やっぱ強い。で、この星選手の強みって膝蹴りなんですけど、これをどうにかしないと絶対勝てないということで、まあ、試合はやっぱり横山選手がどう膝を攻略するのかっていうところなんですけど、やっぱ実力的にはまだ星選手が強いんじゃないかっていうことで判定で勝つと思います。で、野口選手と、森本選手ということで、まあ、こちらもスタンドアップ出身の野口選手、まあ強いんですよ打ち合いが。で、森本選手、あの、京都の天才選手って言われてるんですけど、後半失速するところがあるんですよね。なんでここ削り合いになると思うんですけど、野口選手が接戦をものにして判定で勝つと思ってます。で、桃花選手と奥村選手、こちらベテランと10代の戦いということで、まあ、極真上がりの奥村選手が殴り合いで接近戦ものにするんじゃないかなというところで、奥村選手が判定勝ち予想です。じゃあ、あの、元キャバ嬢と元ボクサーということで、まあ、序盤メルティ選手が蹴っていく可能性があるんですよ。前回みたいなワン・チノン選手との試合みたいに蹴っていく可能性があるんですけど、やっぱ圧力強いんで、まあ、結局は殴り合いに持ち込んで殴り合い勝つんじゃないかということで、宮本選手が殴り合い制して判定勝ちの予想してます。で、近藤選手と小出選手、まあ、てっぺんキラーなんですよ。
5000ぐらいしてるのかな。で3戦てっぺんジムとやってて、小出選手、まあ、てっぺんジムのフル株なんですけど、今回てっぺんジムの、後輩の敵を取るのかどうなのかっていう戦いなんですけど、まあ、近藤選手強いんで、ここ殴り合いを制して2ラウンド KO を予想してます。で健吾選手と応答のナクシン選手、まあ、健吾選手ね、最近あの鈴木雅彦選手とのタイトルマッチからちょっと調子があんまり上がってないということで、応答選手はムエタイ選手なんですけど、あのライズルールでも打撃強いんで適応できると思うんで、今の調子のままだったら2ラウンド KO で健吾選手やられちゃうんじゃないかなっていうところで、調子よければ KO で勝つと思うんですけど、その健吾選手の調子次第ということで、まあ、2ラウンド KO で応答選手勝つんじゃないかなと思ってます。そして聖堂選手と勝地選手ですね、この強風注意報出てます、鼻が回ってるということで、勝地選手は今3連敗してるんですけど、まあ、聖堂選手、ガンガン前に出てきてくれるんで、お互いが得意な距離になると思うんですよ。で、やっぱ殴り合い、削り合いになったところで、やっぱ勝地選手の方がやっぱベテランなんで、まあ、レジェンドで、そこら辺のやっぱ部があるということで、勝地選手が競り合いになると思いますね、削り合いで。で、勝地選手が勝つと思います。でこれ多分ベスト KO 賞の試合になると思います。松本天使 VS 仁選手、まあ、仁選手前回あの野田葵選手ワールドシリーズで結構すっきりしない終わり方になったと思うんですけど、今回は松本天使選手との、ね、試合ということで気合入ってると思うんですけど、やっぱ殴り合い、やっぱ仁選手も殴り合い得意で、天使選手も前回の KO ですごいいいイメージできてると思うんで、1ラウンドから倒し合いになると思うんですけど、やっぱスピードは天使選手の方が速いんで、早々にやっぱ一番激しい展開になると思うんですけど、取るんじゃないかなと思っております。じゃあちょっとメインをやりましょうか、そしたら、はい、じゃあお二人それぞれ予想を聞いていきましょうか。じゃあ宮野さんどちらですか。メインです。大崎選手。大崎選手、はい、判定ですか。私はなんかあんまりこうタイトルマッチで KO のイメージがあんまりないので、まあ、判定かなって思ってますけど、そんな甘くないんじゃないかなっていう。はい、じゃあ和真選手はどちらですか。僕、大森3連単で買います。大森龍之介2分2ラウンド2分30秒 KO 勝ちです。これってもう試合前に決まってるんですよ、もう結果っていうのは。最初の情報なんですけど、試合はもうやる前に決まってるんですよ。これなんで大森選手に入れたかって言ったら、SNS とかでも結構やり取りしてるじゃないですか、俺盛り上げるぜって。で、大崎選手、なめんじゃねえよ、もう会見とかでもそうでしたけど、かなりピリピリしてますよね。あの偉大な井上選手でさえ、1ラウンド目、硬くなってダウン取られたりとかするんで、そこ大森選手が、まあ、1、2ラウンド目行くっていう宣言してるじゃないですか、そこで雑になった大崎選手にカウンターを入れて KO するんじゃないかなと思ってるんですよね。まあ、確かにモングス選手も言ってたんですよ、勝つのは 10% だ、僕も 20% ぐらいだと思います。10回やったら2回しか勝てないと思うんですけど、大森選手なんか持ってるんですよね、その2回を引っ張ってきちゃいそうな、なんかそういうオーラを感じるんですよ。そうですね、別に2回目が最初にくればいいだけでも同じ。そうです、そうです、うん、しかも、だい今ランキング4位で、前回復帰戦してからのタイトルマッチじゃないですか、そういったところもやっぱなんか持ってるんですよね。今回もなんかその大盛りペースじゃないですけど、試合前からも決着ついてるんじゃないかっていう風に思えてしょうがないんで、まあ確かに固くいくんだったら大崎なんですけど、でも持ってくると思うんですよ、大盛りくんが。どうですか、それ全く逆になりましたけど、メインは。いや、やっぱり兄弟でチャンピオンになるってすごい強い思いを持ってチャンピオンになったじゃないですか、そう簡単にはね、譲れないって思ってますし、やっぱ皆さん言ってる通り、穴がない、穴がないって言ってるので、その穴を簡単に出さないと思いますし、私はやっぱりチャンピオンでいる大崎選手のイメージの方が強いかなって。確かに大森選手ってすごい SNS で盛り上げてるイメージが強いですし、伊藤代表もなんか最後のチャンスじゃないかとか言ってたので頑張ってほしいってすごい思っちゃうんですけど、でもそう簡単にね、チャンピオン
君には譲ってほしくないなっていう気持ちもありますし、さらに説得していいですか、こっちに引き込んで。いや、そうじゃない、引っ掛けられてもある、引っ掛けられてもいいですか。まあ大崎選手、はい、ここ勝ちました、はい、勝ちました。次、田丸選手と志郎選手、ワールドシリーズでやるじゃないですか、うん、そこと多分アピールすると思うんですよ、うん、大崎 VS 田丸なのか、志郎なのか。でも大崎選手と志郎選手一回やってるんですよ、決着ついてるんですよ。大森龍之介ここで勝つ、大森龍之介たまるとき、大森龍之介白ってなったときに面白くないですか、見たくないですか。 大森龍之介と白ですよ、どうなるんだっていうところで、もうここで勝ったらもうだってランキング良いから世界一になりますから、次ワールドシリーズで決着つくじゃないですか、世界一。そういう大森龍之介の未来も見たいなっていうところで期待も込めてこっちにしたんですよ。強いちょっと見たいと思ってしまった。そうなんです、そうですよね。いや、兄弟愛が強い兄弟愛が強いし、やっぱりこうバナーが並ぶじゃないですか、兄弟で並んでるのって大崎選手たちだけなので、変えたくない、変えてほしくない。今回は大森さん勝ちってなってますけど、評価でいうとどういう評価があるんですか。いや、もう評価はもう何よりも強いですよね。まあ、大崎選手って、まあ、鈴木雅彦選手から、うん、まあ、タイトルマッチやって勝って、まあ、志郎選手ともう延長まで行って、まあ、互角の実力ということで間違いなくライズで一本指二本指入ってくる実力なんですよ。そういった選手がやっぱ今回負けてほしくないっていう気持ちもありますし、まあ、今後あの海外勢と戦っていくときにやっぱ大森選手、大崎選手、やっぱ大崎選手の方が海外でも渡り合えるっていうのが強いと思うんですよ。もう確かに大崎選手の方が世界と戦ってきたときに硬い、うん、ってなってきたときに大崎選手ですかね、こう味方によっては変わります。まあ、でもどっちかってもっとおかしくないから、うん、確かに強いのは大崎選手なんですよ、うん、10回やったら間違いなく8回は勝ってくるんですよね。多分男性ファンがすごい多いと思います。エロネタとかも引っ込んで、はい、バズったりとかもしてたんで、そういうのもじゃあオールマイティでオールマイティでやってるんですよ、ね、間違いなく場を盛り上げてくれると思います、うん、でもそういうことも一個選手として今の時代は間違いなく武器になりますし、うん、やっぱこれでやっぱ動揺を誘ってると思うんで大崎選手の今回やっぱ普通のメンタルではいられないのは間違いないと思うんで、ただやっぱ大崎選手硬いですよね、うん、どうやって倒すのかなって言った時にやっぱ 1,2 ラウンドで倒せないとやっぱきついと思うんですよ、うん、3,4 でやっぱ大崎選手 3,4 ラウンドで決着をつけるっていう風に言ってるんで、大崎選手としては 1,2 ラウンド目捨てるつもりでもいるかもしれないです。硬く硬くディフェンスディフェンスでやっぱ蹴りも走るんで、ミドルローとかで散らしてポイントだけ取られないように、ただ硬くローは返していくっていうスタイルで後半勝負しに行くのは間違いないと思うんですけど、爆発力あるしお互い攻撃力あるんで一瞬の間違いでひっくり返る試合だと思うんですよ、こんだけ攻撃力がある選手だと。しかも初見の大森くんってやっぱ違うんですよね、2回目3回目になるとやっぱ変則なんで、やっぱ対策しやすいじゃないですか、独特のタイミング独特の間合い、まあ、スイッチもしてきますし、近場でも膝上がるんで、だいぶ大崎選手としては今回1ラウンド目2ラウンド目多分みんな思ってる以上に苦戦すると思うんですよね。どっちかと思います結論。大崎選手ダメでした、ダメでした僕は今年一楽しみな後楽園大会ですね。負けるわけにはいかないですよ、予想やカズマが予想やカノンになるかもしれない